1位、アルバート・プホルズ。2位、ミゲル・カブレラ。3位、イチロー・スズキ。4位、マイク・トラウト。5位、バリー・ボンズ。6位、マニー・ラミレス。7位、アレックス・ロドリゲス。8位、オルゲス。9位、ジョイ・ボット。10位、エイドリアン・ベルトレ。野手ランキングちゃうで。打者ランキングや。野手ランキング3位ならギリわかる。打者はさすがに違うんちゃう。トラウトより上は草。普通にトラウトの方が上。イチロー叩かれてて草。アンダ記録自体はすごいけど最高の打者かって言われると微妙よな。イチローがすごいのは守備走塁やし。ボンズボイもおかしい。言うほどボンズだけか。海外でボンズ嫌われてるって言うけど結構擁護されてる。トップ3には入ってくる言われてるわ。ベルトレイってそんなに良かったか。マリナーズのせいでイメージ悪いわ。まあ当時の価値観とかはあるからな。ホームラン打者差し置いて敬遠トップとかおかしなことしてるし。今で見ても勝利貢献度的価値が高くないってだけで打撃自体も十分すごい。MLB 通算509盗塁もしてるしな。そもそも打席に立った時に何ができるのかだけで実力が測れる選手じゃないんだよな。少なくとも、安打製造機としか認識できてない人は過小が犯してると思う。そもそもチャット GPT はネット上のアーカイブを継ぎはぎ足すソフトだから内容が正しいってわけではない。偉そうな赤ちゃんって感じよな。ボットがいるのは信用できるわ。レッツじゃなきゃもっとスターになってるよな。打者としてはどうかわからんけど、選抜チームを組むとしたら 100% イチローは欲しいと思うだろうな。周りがトラウトだのジャッジだのだからこそイチローが生きると思うし。いや、外野だったらトラウトとか、マーキーベッツとかイチローでも憧れるような奴がおるよ。いかに日本人が一番イチローか小評価してるのかがよくわかる。